前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。ではホームページとチラシの違いについて、どっちが強いね話ですけども、それについてお話していきたいなと思います。ホームページとチラシなんですけども、そもそも2つは大きな違いがあります。大きな違い、じゃあその違いって何やねん、その違いって何やねんっていうのをね、まず、あなたに知ってもらいたいなと思います。その違いですね。まず、ホームページってのはプル型の広告です。プル型。で、チラシ型っていうのは、チラシっていうのはプッシュ型ですね。プッシュ型の広告ということになります。どういうことやねんっていうと、見込み客が調べるときは、ホームページは調べてみますよね。ホームページは調べてみる。チラシって別に調べないじゃないですか。なんか見てたらあったとか、ポスト見たらあったとか。だからね、全然こう、違うんですよ。こっち側は僕たちからした方が、違うですね。僕たちからしたらこれは引き込み型ですね。街の営業。お前ら見れよ。悩んでやろ、見れよ。っていう部分です。こっち側、見てください、見てください。うちこんなんなんですよ。あなたこんなんちゃいます？っていう広告なんですね。プル型とプッシュ型。これって大きな違いになります。で、何の違いになるかっていうと、これって、ね、反応率に関わってくるんですね。反応率に関わってくる。どう違うのかなんですけども、これはあくまで基準ですね。基準。俺の基準はもっと高いよって言ったら、ね、もっと違う数字になりますけども、まずホームページ。ホームページはやっぱ引き込み型です。引き込み型。向こうから探して、情報を探して入ってくるので、コンバージョン高いんですね。1%って言われてます。1%ないとあかんよねっていう話がね、よくあると思うんですけども、大体100人見たら1人が成約するっていうのがホームページですね。これがまあ100人で2人3人となってきたらものすごい媒体になっていきます。でも、チラシっていうのは、ね、大体1000枚巻いて1件あったらいいな。2件3件あったら結構いいな。もう4件5件あったらかなりいいなって感じですね。まあ、値段にもよりますけどね。値段にもよります。やっぱり整骨院とか保険だったらもっと集まりますけども。値段にもよりますけども、大体こんな感じになってます。ホームページをチラシってこんだけ大きな違いがあるんですね。まずこの辺分かっておかないといけないです。だから、ホームページ絶対持たなダメなんですよ。これが軌道に乗ったらめっちゃ強いです。めっちゃ強い。かといって、こればっかりになってダメなんですね。こればっかりになってダメ。こういう話を聞くと、いや、でもこっちが力入れたらええやん、みたいな。チラシなんか巻いてるだけもったいないわ、みたいなね、ふうに捉えられる方がいてるかもしれないですけども、それは大きな間違いです。では、今日はこの辺にしておいて、ホームページとチラシの違いについてお話しました。では、次回ですね。次回、チラシ0.1%しかないけど、なんでやらなあかんねんっていう部分に関してお伝えしていきたいなと思います。じゃあ、今日も、お話を聞いていただいてありがとうございました。では、また会いましょう。さよなら。こんにちは。一人治療院集客の専門家、前川雅治です。いつも私のチャンネルをご覧いただき、本当にありがとうございます。私は日々、治療院経営に関する有益な情報を発信しています。治療院経営をしていらっしゃる方で、集客に関する悩みがある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画をスマートフォンで見ていらっしゃる方は、動画下の赤いチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。また、一人治療院の方にとても有益な経営ノウハウが散りばめられた一人治療院集客プログラムというメルマガを無料で公開しております。手軽に読むことができますので、興味のございます方は動画下の説明欄にある URL からご確認ください。以上、一人治療科の集客の専門家、前川勝でした。ではまた。